私が正隆の居場所を知っているのは当然のことだ。
そのお前も未来へ向かいたいと言っていたはずだぞ。過去は置いていけ。そんなものは先へ進んでから、時々振り返ることができればそれで十分だろう。男としては一人前。